はい、ということで皆さんこんにちは、総会終了でございます。さあ、本日はですね、もう弾丸のね、週末の大阪旅行編のですね、まあ、前編後編と、昨日と一昨日にわたってですね、公開したんですけども、いかがでしたでしょうか。非常にね、こう弾丸だったので、まあ、次回はね、ぜひ、まあ、ゆっくりね、いろんな回りたいところを回っていきたいなーなんていうふうに思ってるんですが、まあ、その大阪旅行に出発する前日ですね、先週の土曜日にですね、抽選で、まあ、ギリギリ、買えたですね、あの一足を、ご紹介したいなというふうに思っております。いや、今回のね、結構その実物見るまでは、どうしようかな、みたいな、まあ値段も高いモデルなので、と思ってたんですが、実物見たらもうめちゃめちゃかっこよくて、本当にね、購入できてよかったなと思っております。ではね、その感じのスニーカーボックスの方を紹介したいと思うんですけれども、そのボックスが、こちら!はい、ということでこちらの、ボックスなんでございますが、まあもう毎度おなじみのですね、エアジョーダン4の、箱でございますね。いいですね、このフライトという文字が入っているこのボックスでございます。さあ、ということでね、そんな感じの中身を紹介していきたいんですけれども、その一足がこちら。はい、どーん、ということでね、こちらのエアジョーダン4レトロのですね、ワットザというモデルでございます。さあ、ということで今日ご紹介するのがこちらの一足でございます。まあね、ほんとね、先週の大本命ということでですね、こちらね、エアジョーダン4のですね、このワットザ、購入したわけなんですが、いやね、実物見たらもうこれほんとやばいっすよ。まあ、今回のワットザシリーズということで、まあ、ワットザシリーズってのは、まあ、いろんなね、エアフォースワンだったりとかダンクとかいろんなナイキがね、シリーズで出しているんですけれども、まあ、特徴としてね、左右非対称のですね、パーツを使った、スニーカーということなんですが、で、こちらね、エアジョーダン4がですね、誕生したのが1989年ということで、今年がですね、30周年の、モデルということなんですよね。まあ、なので、5月あたりにはですね、ブレッドの復刻もありましたし、今年ね、結構いろんなエアジョーダン4リリースされてると思うんですが、まあ、その集大成としてですね、まあ、こちら、ワットザシリーズということで、リリースされているんですけれども、まあ、今回はですね、そのエアジョーダン4はですね、オリジナルカラーとして発売されたのが4色ございまして、まあ、まず最初がね、今年も復刻されたブレッド、そしてですね、セメントグレー、ミリタリーブルー、ファイアレッドと、こちらのですね、4種類のですね、OG カラーがエアジョーダン4はですね、あるんですけれども、そのですね、ブレッドを除いた3種類のですね、カラーリングが散りばめられた一足ということでございます。なので、ミリタリーブルー、セメントグレー、ファイアレッドと、この3色がですね、左右非対称にパーツが散りばめられているということなので、まあ、どこがどれなのかっていうのはですね、非常にこう見ながらワクワクするようなですね、作りになってるんですよね。で、いつもね、片足だけなんですけど、今回左右非対称ということで、ちょっとね、左足の方も、登場していただきましょう。どうということでね、左右合わせるとこんな感じなんですよね。後ろ姿、こんな感じですね。で、横がこんな感じで、本当にね、右と左で結構ね、デザインというかカラーブロッキングがだいぶ違うので、今回はちょっとカメラの前でいろいろ詳しく見ていこうかなと思うんですが、まずは右足からっすね。まあこれ全体回すとこんな感じなんですが、はい、と、まあ、まず外側の面ですね。こちらの足の外側の方ですけれども、まあ、全体にはですね、白のスムースレザーが使われているんですけど、パーツパーツにね、そのオリジナルカラーが、施されているということなんですが、まあ、まずね、サイドはこれミリタリーブルーのパーツが使われてますね。シューレソールとなっているこのプラスチックパーツのところもミリタリーブルーですし、こちらのですね、三角形の形をしたこのパーツもですね、ミリタリーブルーで使われている配色でございますね。で、内側の部分がですね、こちらセメントグレーの配色になってますね。こちらの黒いシューレースホールのですね、プラスチックパーツだったり、こちらのセメント柄ですね、こちらが有名なですね、セメントグレーというですね、カラーリングがね、使われております。右足の内側がセメントグレーですね。で、後ろのこの、もう僕がたまらないって言ってた、普段ね、エアジョーダン4リリースされてる時はここはね、ジャンプマンマークなんですけれども、こちら OG 仕様ということでですね、ナイキエアの文字がですね、
こちらヒールパーツに、あるんですけれども、ここのね柄もですねセメント柄になっておりまして、これもですねいわゆるセメントグレー、ホワイトセメントとか、言われてたりするものですね、セメントグレーのですね、カラーリングが使われております。なので内側がセメントグレー、外側がミリタリーブルーという感じですね。でね、僕ね一つ思ったんですけど、ナイキの公式ではですね、先ほど申し上げた通りに、あのブレッド以外のねカラーリングはまあ使われているということをですね、スニーカーズの方のアプリでですね書いているんですけれども、このねソールのねこのアウトソールとミッドソールのパターン、ファイアレッドにもですね当てはまらないですし、セメントグレーにも当てはまらないですし、ミリタリーブルーと、その3色に当てはまらないですよ。でもねこのソールのカラーパターン、はこちらブレッドとね全く同じなんですよ。見てわかりますかね、あのグレーの部分もそうですし、赤いポイントが入るところとかも全部、すみません、ちょっとブレッドの方履いてるんで足底汚いですけれども、カラーパターンがね全く同じなんですよこっち。なのでブレッドのカラーリングも入ってますね。なので結論としては OG カラーの4色全部入ってますね、これ。でまあアウトソールとミッドソールがですねこちらブレッドパターンなんですけれども、もう一つブレッドなところがありました。はい、ここ終端のこちらのフライトとジャンプママークあるじゃないですか、タンのねタグなんですけれども、こちらはね黒いのはブレッドだけなので、そうやってタンのタグとですねアウトソールパターンはですねこれ完全にブレッドですね。なので、まあまとめるとですね、右足の外側がミリタリーブルーで、内側とバックタブがセメントグレー、そしてアウトソールミッドソールとこちらのタグですね、終端のタグ、こちらがブレッドと、こちらですね、3つの要素がですね、合わさったカラーリングになっております。はい、そしてこちらね、お次は左足のカラーブロッキングなんですけれども、まずね、外側はこちら完全にファイアーレッドの配色になってますね。こちらのプラスチックパーツもそうですし、こちらね、ファイアーレッドのカラーリングになっておりますね。で、内側がですね、これまた早速違うんですけれども、こちらブレッドのパターンですね。こちらね、また比べていただければわかると思うんですけれども、こんな感じで、ブラックのパーツに、グレーのですね、プラスチックパーツが付いてるのがブレッドパターンなんですけど、これ完全に同じですよね。ちょっとね、字が白か黒かでだいぶ印象変わってくるんですけれども、まあ、ナイキの公式といろいろ情報が違くて僕もびっくりしてるんですけれども、こちら、左足の内側はですね、ブレッドパターンのプラスチックパーツを採用しておりますね。で、後ろはですね、こちら完全にミリタリーブルーですね。オリジナルの、ナイキエアのですね、ロゴが入っているパーツになっておりまして、後ろのヒールパーツと、あとタンもそうですね。タンのタグもこれ完全にミリタリーブルーの、カラーリングになっておりまして、シューター裏のね配色もブルーなんでミリタリーブルーですね。でこちらはですね、ミッドソールそしてアウトソールのカラーパターンがセメントグレーという感じになってますね。なのでまあ両足ともにね、あのしっかりブレッドの要素も入ってるので、4足分のですねカラーパターンがですね一つに、集約されたですね、非常にこう記念すべきモデルというか、僕もねナイキの説明見てる時はですね、あ3色だけなんだ、ブレッドはまあ復刻したからなんだろうななんていう風に思ってたんですけれども、これも完全にブレッドもミリタリーブルーもセメントグレーもそしてファイヤーレッドも4種類完全に網羅したですね、 OG をこう完全に集結させたような、カラーリングでございますね。なので30周年というですね記念にふさわしいですねモデルなんじゃないかなっていう風に思っております。シューレースはね付属に黒があったんですけれども、やはりね白アッパーのこちらのエアジョーダン4はですね白シューレースを通したいなということなんで、僕は白いシューレースを通しております。一応アウトソールのカラーパターンこんな感じですね。こっちがブレッド、そしてこちらがセメントグレーという風になっておりますね。さあということでね、こちらの What the AJ4 の方ですね見ていったんですけれども、まあ、スニーカーズのね情報とはちょっと変わってですね、しっかりブレッドの要素も入っていたので、 AJ4 のねファンにとってはめちゃくちゃ嬉しいカラーリングなんじゃないかななんていう風に思っております。まあ、What the っていうとね、一見こう派手すぎちゃってちょっと普通に合わせるのむずいなっていうシリーズがね、まあ、ダンクとか多いと思うんですけれども、これはですね非常にフォーマルにも履けますし、何してねカラーリングの仕様がですね OG 仕様のですね4つのオリジナルカラーをですね使っているということがですね、まあ、しっかりなんていうんですか風格も出ているこのカラーリングがですね派手すぎなくて、非常にねこういろいろガチャガチャするかなと思ったんですけど、非常に落ち着いていて貫禄のあるですね一足なんじゃないかななんていう風に思っております。まあ、とにかくね、ほんとブレッドが入っててよかったなというか、やっぱりね、4つのOGカラーで発売されたエアジョーダン4のですね、集大成としては、
全部のね殻を入れたワット度がいいなっていうふうに思ってたので、実際見てみてね、しっかり4つのカラーリングがですね非常に絶妙なバランスでですね散りばめられているのを見るとですね非常にこうワクワクしております。まあもうこれは本当に細かく見ていくとね、もう本当手に入れられてよかったなと思うところですね。結構ね、パスした方も多かったと思うんですけれども、OG 仕様が好きな方にとってはたまらない一足なんじゃないかなというふうに、思っております。まあ、先日のね、イレブンブレッドを手に入れた時も思ったんですけれども、やはりね、コラボものとかには出せないこの風格、レジェンダリーな感じがですね、まあ、僕は非常に気に入っておりまして、これもね、ガンガン履いていこうかな、なんていうふうに思っております。それではね、エコちゃんのスニーカームービーの方も作りましたので、そちらね、チェックしていただければな、というふうに思っております。それでは、どうぞ。さあ、ということでね、こちらのスニーカームービー見ていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。いや、映像で見るとまたなおさらね、めちゃくちゃかっこいいなというふうに、もう本当もうため息が出るようなちょっと美しさなんですけれども、撮影はですね、ジョガーの方でさせていただきましたが、こちらね、非常に太パンにも合うようなんですね。先日のインスタのストーリーにもあげたんですけれども、コーデュロイの太パンとかね、ラファエットのコーデュロイの太パンに合わせたんですけれども、めちゃくちゃ合うので、意外とジョガー以外でも履けちゃうこのエアジョーダン4、こう幅が広がっててすげえいいなと思いますね。やっぱりスニーカーだとジョガーがやっぱ一番ね、あのスニーカーが映えるので履きがちなんですけれども、この AJ4 という方、まあこのスニーカーだからかな、このカラーリングだったからかもしれないですけれども、非常にね太パンとかにも合うので、こう履き回しのいいですね、面白い一足なんじゃないかなというふうに思っております。
ております。それではですね、今回の動画面白かったよと思ってくださった方はぜひぜひ高評価のグッドボタン、そしてですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですね、今週ですね僕のバンドのですねミュージックビデオの方がですね1本公開になりますし、それと合わせてですねストリーミング配信もですね開始いたしますので、そちらもねチェックしていただければなっていうふうに思っております。そして来週のですね12月5日なんですけれども、渋谷のですね、ジャズバー琥珀というところでですね、僕と、大阪のヒップホップバンドでありますインシストのですねギタリストのタクさんで、2人でですねアコースティックの、ライブをやろうかなというふうに思っておりますので、こちらねクリスマスソングとかも交えながらですね、写真は結構こわもての2人ですが、かなりほっこり面白い感じでですね、アコースティックライブやりたいなというふうに思っておりますので、ぜひね平日の夜でありますけれども8時ぐらいにスタートしようかなと思っておりますので、ぜひお誘い合わせの上ですね遊びに来ていただければなというふうに思っております。それではまた次回の動画でお待ちしております。 See you next movie! じゃあねー。